皆様こんにちは、岸田川です。令和元年2019年12月1日日曜日11時22分いい夫婦の時間ですね。おはようございます、こんにちは。カメラ途切れてしまいました。また熱で温度上昇のためすぐ暑くなる、ね、この先近畿道吹田方面、北行きですね。近畿道吹田方面向き、東大阪ジャンクションから来ました。で東大阪北入り口が、左から合流してまいります。東大阪北入り口合流終わりますとすぐに、大東鶴見出口がもう 500m ほどで出てきます。これ平日の日中は大東鶴見の出口かなり混み合います。本線までこの辺りまでもつながってきて、完全に本線止まってしまったりするんでご注意ください。左手大東鶴見出口です。近畿道吹田方面行き北向き大東鶴見出口です。はい、大東鶴見の出口を越えます。平日ではないので日曜日の午前中なんでもうガラガラです。一台も今見かけませんでしたが、あれは日曜日やからと思ってください。平日はもうえらい渋滞します。はい、大東鶴見の出口を越えてすぐですね、もう1キロも行きません。この一番左車線のみ第二京阪の方に復帰してまいります。まっすぐ行くと一番右車線と真ん中車線は近畿道吹田方面でした。一番左車線のみ第二京阪京都方面に復帰してまいります。ちょっとクーラー全開でこうって風の音すごいと思うんですが、すいませんね、私も寒くて嫌なんですけれども、これ撮影しておる携帯電話のカメラがですね、負荷がかかって撮影の負荷で温度上昇で勝手に撮影強制シャットアウトしてしまうんですよ。なのでカメラを冷やすために必死でクーラーかけてます。外気温11度ぐらいですね。ちょっと寒いんですけど私、カメラ優先ということで撮影優先でちょっとクーラー我慢してまいります。風の音がうるさいのはごめんなさい、そういった具合です。はい、軌道の方から第二京阪に今入りました。ここから第二京阪別料金です。第二京阪京都方面行きです。現在の時刻、11時25分この先合流があります、注意してください。第二京阪門間の入り口ですね。第二京阪門間入り口、第二京阪ここからになります。厳密には第二京阪、北行き京都方面行き片側3車線ずっと3車線、制限速度は80キロの道路です。第二京阪門間の入り口を越えました。第二京阪を隅から隅まで走ってる動画は午前中というか朝方に撮りましたんで、これ2回目撮ってるんで、隅から隅まで見たい方は一つ前の動画をご覧ください。行きも帰りも全線全区間撮ってる動画が上がってます。上がってますというか今から家帰ったら編集するんでまだ上げてませんけどね。はい、制限速度80キロの道路、第二京阪は制限速度80キロの道路です。第二京阪北行き京都方面行き
寝屋川南、まもなく寝屋川南の出口です。寝屋川北では出られませんのでご注意ください。寝屋川市内付近にご用の方は寝屋川南で降りてください。寝屋川北に出口はございません。第二京阪の道路は出口はあるけど入り口がないとか、入り口はあるけど出口はないとか、そういった形になってますんで、思い込んで多分乗れるやろうと思ったら出口しかなかったわみたいな、そういうことがよくありますんで、私の動画であったり、よく下調べなさってから本当に入り口があるのか調べてから向かわれるといいかと思います。当てにしてた入り口がなかって空振ってしまったら、一区間戻るか一区間先行くかしかなくなってしまうんで、かなり時間ロスすると思うんで、事前に調べられた方がスムーズですね。までの間に今ちょうどこの辺り真下を、国道170号線この四条縄手市と書いてあるこの看板の下ぐらいに国道170号線が走っております。国道170号線は外環状線ですね。高槻市、枚方市、寝屋川市とこう抜けてきまして、四条縄手市、門真通ったかな、四条縄手市の次はちょっと大東市とかになるかもしれませんが、八尾とかあっちの方抜けていきますね。外環状線今のところにありました。第二トンネル、300メーターほどのトンネルが2つ続きます。寝屋川第一トンネル、トンネル2つ出てしばらく行きますと、左から寝屋川北入り口からの合流があります。まだちょっとしばらく先ですけどね。寝屋川北は出口はございません。はい、ちょっとちらっとちらりと見えるかと思いますが、この防音壁隔てて左側、対向車線のこの右側っていうのも見えるんですが、この左側の道路は、国道1号線、新しい道の国道1号線バイパスです。京阪国道と言われる昔から、何十年と昔からある国道1号線ではございません。新しくこの第二京阪ができた時に、一緒にできたというか、第二京阪の下を走っておる道路に、別の国道番号をつけたらいいんですけども、もともと国道1号線というものがあるにもかかわらず、こっちにも国道1号線の名前が付けられたのでちょっとややこしいんでご注意ください。もともとのメインの国道1号線よりもこちらの道路東側を走っております。バイパスとは行かないんですけど、そこまでは行かないんですが、信号がかなり少なくて走りやすいかと思います。ただし1車線ぐらいしかないんでね、ちょっと
まあ、渋滞はします平日はね。はい、第2京阪の北行き京都方面行き、この左手に登ってきますのが寝屋川北入り口です。寝屋川北入り口からの合流です。それを越えますともう間もなく片野南出口です。片野南も、この辺りで出口を降りておかないと片野北出口ございませんのでご注意ください。片野市に御用の方、枚方の方に御用の方は、片野南出口こちらで降りてください。国道1号線はメインの国道1号ではなく、この新しくできたバイパスの方の国道1号のことですね。それと国道168号線は古い方の元々のメインの国道の1号線天の川の辺りから、どうだろう、奈良橿原とかあっちの方抜けていってする感じです。奈良県の方に抜けていきます。的にちょっとややこしいんですよ、この辺。寝屋川市なのか片野市なのか枚方市なのかどこやねんっていう感じです。堺を走っておる道路なんで、堺じゃないですよ、堺は特に通り過ぎたんであれなんですけども、片野市は市議会議員選挙が NHK から国民を守る党が応募してたんじゃないかなと思います。もう終わってるかもしれないけど、どうやろうね。最近ちょっと飽きてきまして、さすがにちょっと情報をちゃんと取ってないんで N 国の話はちょっとできないんですけどね。はい、2019年12月1日日曜日朝11時34分、朝というかもう昼前ですね、34分です。片野南を過ぎて片野北の手前ですね。片野北は出口ございません、入り口のみです。京都方面向きです。第2京阪、北行き京都方面行き、制限速度80キロの道路です。普段は平日の、まあ、日中の混む時間帯にしても、まあ、事故でもない限りは渋滞は発生しないですね。ちょっと工事したぐらいでは渋滞しません、この道路は。なぜ渋滞しないのかというと、利用料金がちょっと高いんですよね。高いか安いかはこう個人的な主観なんで、お金持ちの人からしたら走った金かもしれないんですが、まあ、名神高速走ったりとかそんなんと比べたら、利用料金高いなと、割高やなっていう気はします。まあ、便利なんですけどね。交通量が少なくてスイスイ走れるので、今まで、この道路がなかった時はもう寝屋川から例えば京都南伏見の方行くとか言ったらもう2時間も3時間もかかったりしてたんですよ。天の川で渋滞7キロとか言われたらもうそこの県のに1時間2時間かかったりしてて、もう長距離走ったりしてる時とかそこの子走ったりしたらもうまあもう眠たくて意識飛びまくって大変でしたけどね。この道路ができたおかげで元々の国道1号線も渋滞がだいぶ緩和されてスムーズになりました。いい道路ができたなと思います。はい、言ってる間にですね、間もなく、片野北入り口があるんかな、
田の北入り口通り過ぎたか。ごめんなさい、あのごちゃごちゃ言うてる間に片野北の入り口越えてました。またテロップで文字で出しとくんでご覧くださいというか、もう通り過ぎてから言うともしゃあないね。はい、枚方学研出口です。入り口はないです。枚方学研出口、京都方面行きは枚方学研出口です。ちょっとややこしいんで反対方面の入り口出口はちょっと言わないと思います。枚方学研の出口出られますと、国道307号線、こちらがですね、昔からある古い国道で、京田辺の市役所の横抜けてずっと山城の橋渡ってまたずっと行くと信楽とか、あのタヌキの、あの焼き物で信楽焼きでおなじみの、あの信楽の方ですとか抜けていきますね。ちょっともうだいぶ古い狭い国道なんで走りにくいですけどね。昔は名神高速が雪で通行止めとかなったらそんなところを降りて走ったりもしましたが、もう狭いしね、いつもガタガタやしで、結構大型車同士の離合はかなり困難なので、あまり通りたくないけど、まあそんな通ったりもしましたけど。ちょっと工事して最近は綺麗になってたかな。ここ 2,3 年通ってないのでわからないですが、工事してだいぶ綺麗になって道幅も太くなってたような気もします。ただ一部区間は大型トラック同士すれ違いはミラーぶち当たって割れるみたいな、そんなところございます。気をつけてくださいね。はい、京都府京田辺市に入りました。住所的に京都府京田辺市、まもなく左手京田辺パーキングエリアです。京田辺パーキングエリアはサービスエリアじゃないんでガソリンスタンドとかレストランはございません。ただパンの自動販売機と日例かなんかの冷凍食品の販売機ありましたんで、軽くは食べれますね。コンビニももちろんありません。トイレは自動ドアで綺麗な感じしてましたけども、はい、こちら左手が京田辺パーキングエリアです。この先合流があります、注意してください。はい、この左手の合流は京田辺パーキングエリアから出てくる車ですね。パーキングエリアからの合流です。この左手の青くなっている出口と書いている方が京田辺松井という出口、京田辺松井出口です。はい、で私が走っているこの車線は左から1つ2つ左から2つ目のゲートまでが、京縄道のゲートになります。3番目、この私が今から走るこの3番目のこの ETC ゲート、これはね、京縄道ではありません。この左手に見えてる、ね、この紅白のパイロンの左手に見えておるのが京縄道、そして私がこっち入ってきたこの3車線、これが引き続き第二京阪の、区間になります。第二京阪京田辺本線料金所、今本線料金所超えました。片側3車線の道路、もうそろそろこれ携帯電話引いてくれたかな。熱でね、負荷がかかって熱くなってカメラの撮影強制シャットアウトされるんで、携帯電話冷やすためにこれクーラー全開にしておるんですよ。外気温も10度ぐらいしかないところで、ね、クーラー全開はちょっと私もかなり寒いのを我慢しておるんで、そろそろ切りたいんですけどね。
今までねソニーのエクスペリアっていう携帯電話使っておったんですが、ちょっと10月に買いに行ってちょっと買いに行くの遅くなってしまってね、在庫がないということで仕方なくシャアなしでシャープのアクロスフォン、シャープの携帯電話を初めて買ってみたんですが、まあ電池の持ちが、電池の持ちというかこれすぐ熱くなるね。いろいろとまだ購入してから2ヶ月経つか経たんかぐらいなんですが、いろいろと不満がございます。早く買い替えたい。こんなものが10万ほどします。もうちょっと絵の作ってくれシャープ。はい、いらんこと言ってる間にこの辺り、京都府八幡市です。枚方市を越えてすぐ隣、京都府八幡市です。京田辺松井の出口越えまして、八幡東入り口あったかな、多分入り口八幡東だったと思います。京都方面行き、北向き、八幡東入り口です。八幡東入り口。左側、壁を隔てて左側に見えておりますのが、新しい国道1号線、バイパスのような道路。新しくできました国道1号線が左手。もともとの京阪国道、もともとのメインの国道1号線ではございません。はい、京都方面行き、北向き、久美山南出口。およそ2キロ先、分岐を左方向です。はい、久美山南出口を越えると、京滋バイパス、京都縦貫道、名神高速道路、そういった方面に行かれる方は左車線に寄ってください。一番右車線と真ん中車線は引き続き、第二京阪京都方面となります。一番左車線、この一番左車線から、久美山ジャンクション、あと 1.5 キロほどで久美山ジャンクション、これが京滋バイパス、名古屋方面、大山崎方面、まず京滋バイパスですね。左方向です。その先、久美山ジャンクション、久美山ジャンクション、一番右車線と二番目の真ん中車線、こちらが第二京阪、京都方面行き北向きの道路。引き続き第二京阪が一番右と真ん中車線、私がいるこの今走っておるこの車線、一番左車線、こちらが、京都京滋バイパスの方に分岐してまいります。久美山ジャンクションで京滋バイパスの方に入っていく車線がこの一番左車線です。この車線もタイミングによってかなり渋滞して、もうごった返すんでご注意ください。はい、久美山ジャンクション左に取りました。京滋バイパスこの右側が、宇治の方を抜けまして名古屋方面に行く京滋バイパス、名古屋方面行き瀬田方面、そして今左に入りました、さらに左、こちらが京滋バイパス大山崎方面行きです。バイパス入り
ります。合流ご注意ください。もう全然あの合流区間なかったね今ね。ご注意ください。あの不親切というか危ないわ。車がたまたまいないからいいけど、たまたま来てて勝ち負うたら、あんだけの区間やったらちょっともうブレーキ踏んでも間に合わないんで気をつけてください。刑事バイパスに入りました。こちら制限速度80キロの道路です。刑事バイパス こちら、京都縦貫道、名神高速の方向いて大山崎ジャンクションの方向かって走っております。刑事バイパスの終点、大山崎ジャンクションの方向かって走っております。反対向きは、多分瀬田あたりでね、あの名神高速に、ね、そのままつながると思いますけどね。ちょっとね、あの刑事バイパスをそのまんま終点反対方向東方面の終点まで行って、あのどこに繋がるんかっていうのはここ10年以上走ってないんでちょっと分かりません。新しくねここ10年であの新名神というのができてしまってるんで、あれがねあのどんな具合かっていうことですよね。亀山の方からずっとあの瀬田とかあっちの方も来てたかと思います。刑事バイパス大山崎方面綾部向き、組山淀の出口です。組山淀ですね。まああんまり馴染みのないというかのどかな町というかね、何もないと言ったら失礼ですけど、京都競馬場に行くのにこんなとこ降りるかな。どういう風に使うやろ。川沿いを走って、川沿いを走りまして枚方市内方面、例えば葛葉の方とかね、京阪の葛葉の方とか、あっちの方に行くのに使うかな、どうかなみたいな、使わないかもしれないなぐらいの、どんな使い道があるかなみたいな道路です。この先合流があります。はい、こちらの入り口もあの合流する入り口も組山淀と書いてますね。組山淀入り口も同じ、出口と同じ名前がついてましたね。出口を越え入り口があり、大山崎ジャンクション2キロ手前、現在ちょっとややこしいところにおるんですが、八幡市です今のところ。ここもね、あの枚方なのか八幡なのかね、京都市南区とかそんなんなのか向こう市なのかとか、ちょっとね境目でちょっとどっからがあれやっていうのが分かってませんけどね、抽象的なところは。宇治川、はい、宇治川です。およそ1キロ先分岐を右方向です。その先分岐を右方向です。京都の南側この辺りはね、宇治川とか桂川とかね、いっぱい川があるんでね、間違えないようにしてくださいね。宇治川を越えて次桂川です。こちら桂川ね、まもなく桂川越えますとすぐです。はい、京都府八幡市やったんですが、ここからあの大阪府大山崎町に入りました。大阪府です。ここから大阪府でいいような、大山崎京都府か、ここちょっと怪しいな、いらんこと言わんとこうか。はい、大山崎ジャンクションです。まず左手これ大山崎出口、そしてあの名神高速は京都名古屋方面、東向きがこちら、そしてこの大山崎出口越えますと次に出てくるのがあの大阪方面、吹田西宮方面の名神の入り口がこちら。だから手前で名神乗れるわと思って手前で入ってしまうとあの逆行ってしまうんで、名古屋の方向いてしまうんでご注意ください。
このまままっすぐ行きますと、京地バイパス終わりまして京都縦貫道という道路に変わります。京都縦貫道終点どこやろ。綾部ジャンクションが終点かな。綾部のあたりだと思いますね。終点今日は終点までは行きません。真ん中ぐらいまで行きます。まあ行けるところまで紹介したいと思います。はい、ここから京都縦貫道長岡京市、長岡京市に入りました。長岡京向こう市ですね。まあその辺りの出口がもう間もなくです。京都縦貫道入って一発目の出口がこちら長岡京向こう出口。綾部の方向いてます。北側向きです。京都縦貫道北行き、綾部方面行き、長岡京出口です。京都縦貫道の、紹介も今回また初めてになります。まあ、電池がなくなってきたな。紹介できるかなこれ。充電をするとね、まあいいや。長岡京北行き長岡京入り口です。長岡京は出口ありましたが入り口もございます。出口と入り口と両方あるっていうのを覚えておいてください。長岡京、はい、80キロの道路です。制限速度80キロ。あのね、携帯電話のカメラで撮影しておるんですが電池がなくなるので充電しながら撮影しておったんですよ。そしたら充電の負荷と撮影の負荷とその負荷に負担に耐えられずにですね、熱で熱くなりましてカメラの方が温度上昇のため強制シャットアウトされてしまうんですよ。なので充電抜きましたんで電池がどんどん減っていくばっかりでいつ途切れるか分かりません。でまあ充電しようと思ってもね、また暑くなったらカメラ切れるんでちょっと充電はしないでおきます。京都縦貫道北行き綾部方面行き80キロの道路、トンネルもたくさんあります。この辺りのトンネル、どのトンネルやったか忘れましたが携帯電話電波途切れますね。まあ、ラジオは入ったかどうかは分からんけれども携帯電話は多分途中でずっと切れるかと思います。長いトンネルし、このトンネルかな、この辺りとね亀岡の辺りと2回ぐらいね携帯電話が切れるトンネルありますね。あ、携帯電話で思い出した。今日からですわ。2019年の12月1日、今日から施工になるはずなんですが、道路交通法、携帯電話を運転中に使用した場合の罰則がかなり厳罰化されました。懲役刑になります。ご注意ください。運転中に携帯電話を操作しておって、それで事故されますと、一発で免許しか何か食らいます。非常に重たいです。点数とか罰金だけじゃなくてね懲役もあったと思いますよ。 かなりきついことになろうかと思います。ちょっと今までとだいぶ違うんでもう運転中に携帯電話触られるのはおやめになった方がよろしいかと思います。今日からですね、まあしばらく今日施工されたばっかりなんでまあしばらくの間はキャンペーン張って警察も、まあ、3ヶ月半年は行き過ぎか3ヶ月ぐらいはね検問張ったりとかいろいろして重点的に取り締まられるかと思います。取り締まりの実績を作ってちょっと見せしめみたいな期間が3ヶ月ぐらいはあるかな。長かったらもうそうでもなければね
大したキャンペーン貼らなければ1ヶ月もしないかなみたいなことになるかもしれませんが、ちょっとその辺は分かりません。ただ今まで携帯電話操作しながら運転して、迷惑なり事故なりそこら中で頻繁に起きてたことなので、そういうことをなくすために厳罰化されております。ちょうど今日から施行されました。ご注意ください。この京都縦貫道は、上り下り大変何度も何度もやってきます。カーブは知れてるかな、上り下りがきつい感じですね。カーブがしんどいというよりは上り下りが大変きついんで、我々みたいな貨物トラックやトレーラーはしんどいです。上り坂失速するとね、スピード上がってこないんで嫌なんですよね。こうやってね、左側は目の前を大して車間距離ないところをゆっくりと乗用車が走られると、我々 のトラックやトレーラーの頭を押さえ込まれますと加速できないんでね、やめていただきたいね。80キロの道路なんで今70キロで走ってるんですけど、目の前ゆっくり走られるとこっち失速して60キロ台とかに落ちてしまうと、もう坂登らなくても50キロとか40キロとかも落ちる一方になってしまうんでね、乗用車はアクセル踏んだら再加速できるんですが、そこら辺ちょっと配慮いただきたい。すみません、綾部方面行き北行き大原の出口です。京都縦貫道東じゃない北行き、綾部方面行き北行き、京都縦貫道北行き綾部方面行き大原の出口です。天気がいいから、天気がいいからこれ一望できますね。まあ、一望したとて何があるっていうわけでもないんですけどね。まあ何があるっていうことはないっていう言い方をするとまたお叱りを受けるので、いらんことは言わんときます。このちょうど真下ぐらいがあれかな、国道9号線かな、山陰道と書いてありますね。国道9号線やと思います、おそらく。靴掛けインター、靴掛けインター入り口合流してまいります。大原の出口があって、靴掛けは入り口しかないのかな、出口ないか、ね、靴掛け入り口が左からありました。靴掛けを過ぎますと、ここから途半車線、かなりきつい上りです。今現在73キロでオートクルーズかけてますが、これはね、最終的には50キロ台まで落ちるな、もう今67まで落ちましたからね、かなりきついですわ、坂登らへん。京都縦貫道北行き綾部方面行き、靴掛けを越えたあたり途半車線走っております。60キロまで落ちました。ちょっと一段下げようか、57キロぐらいですね。全然坂登りません。トラックやトレーラー荷物積んで重たい状態ではこうなってくるんですよね。もうこれアクセルいくら踏んでもね、60キロ70キロなっていかないんですよ。もうこれ登り切ってね、平らなところに行くとスピードそこから復活してくるんですけど、上り坂が続いてるうちはちょっと速度回復しないですね。今現在56キロです。80キロの道路ですが、こんだけグーッてすごい落としてても、56キロしか出てません。はい、途半車線がまずなくなりました。速度が回復する前に途半車線がなくなりました。はい、途半車線終わり。この辺りで63キロです。
私の車は63キロしか出ておりません。はい、今ようやく72キロまで回復しました。京都縦貫道は80キロの道路です。またげてはならないんですよね。これは罰金とか点数どれぐらいか分かりませんが、あんまりこれを取り締まるパトカーがいないんで、あんまりご存知ない方は多いんですが、これ道路交通法違反なんでご注意ください。あんた70キロ以下で走っとったやろって言って、この先合流があります。注意してください。その先、料金所です。はい、シノというインターですね。シノインター、今出口がございました。入り口もございます。このシノは出口も入り口もございます。そしてシノ本線料金所、ここ ETC 出ますと、ね、こっからまたあれですわ。もう見た目に三井上り坂、ここから80キロって書いてますけど、あんな本線料金所あんなとこ作られたらまた60キロですわ。フル加速してるんですけれどもね、あそこで1回20キロまで落としてしまうと、こっから80キロって書かれてもまだ66キロですわ。上り坂結構きついんでね、なかなか80キロとかそういうことにはなりません。今68キロです。乗用車の方はアクセルバンバン踏んでも80キロまでしっかり力強く加速してください。トラックトレーラーはちょっと荷物積んでると重たくて今の坂道登れないんで、今ようやく72キロです。京都縦貫道北行き綾部方面行き、現在12時6分です。令和元年2019年12月1日日曜日、お昼回りました。12時6分です。制限速度80キロの道路、京都縦貫道北行き綾部方面行きです。市の本線料金所超えました。こうしてこの道路は料金所も本線料金所も何箇所もあるし、あと道路がね、新しい道路のくせに結構ガタガタなんですよね。まあ新しいって言っても古いところはもう20年30年経つのかな。宮津とかあっちの方まで繋がりましたよっていう、その辺りは新しいかもしれないけど、この辺り亀岡とか、この辺り京都市内から亀岡の辺りはもう20
年も30年も前からあったかと思います。30年経つかな、まあ、少なくとも20年は経過してますね、この辺りは。ちょっと古いんでね、道路ガタガタなんですよね。道路ガタガタなのと、この辺のトンネル、この辺りのトンネルは携帯電話の電波が途切れます。通話中の携帯電話はこういったトンネルでおそらく切れるかと思います。携帯電話の話繰り返しになりますが、12月1日、2019年、令和元年の12月1日から施行されます。なんていう法律なのかちょっと法律面存じ上げませんが、携帯電話を運転中に使用して事故などされますと、一発で免許停止など、あと懲役刑もあるし、罰金もかなりきついかと思います。ご注意ください。かなり厳罰化になりました、処罰が。事故しなくてもね、運転中に携帯電話触ってるの見られるだけでも、一撃で3点4点おそらく行かれるんじゃないでしょうか。まあ事故すると確実に免停ですね、もうその時点で。携帯電話が原因となるような事故をしますと免停になります。事故しなくても、3点ぐらいは多分違反点数いかれると思いますよ。注意してください。はい、言うてる間に亀岡の出口がもう間もなくです。京都縦貫道北行き、綾部方面行き、亀岡の出口。亀岡の出口です。ただいまの時刻12時9分です。まあ、気まぐれにしか読み上げしないんですが、時間読みで参考にされたい方はちょっと気にしてみてください。時刻も気まぐれに目的地まで5キロメートル、何分くらいかかってるなというのを参考にされる方はどうぞご利用ください。もう間もなく私の方もそろそろ京都縦貫道降りますので、この辺りで動画切らせていただきたいと思います。グッドマーク、いいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。まだね、チャンネル登録者数15名ぐらいしかおりません。いいねしてくれる人も、ね、2人ぐらいしかいないんですわ。なのでもしよかったら、差し支えなければいいねボタンを押していただけると動画アップのモチベーションにつながるかと思います。まあ押していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。チャンネル登録ももしよかったらお願いします。今日はこの辺りで失礼いたします。京都縦貫道北行き綾部方面行きでした。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。